今日は、最初につまずいた項目、カスタム項目について触れたいと思います。カスタム項目っていうのは、タイムカード、こういう項目が並んでいる画面になりますが、このデフォルトのまんまタイムカードを出したいっていう会社さんは今ほとんどいない印象です。なので、このカスタム項目っていうのを作って、その会社様の集計に合ったような表示にさせるようにいつもしています。なので、デフォルトの集計値とは違う集計を出したい場合に、このタイムカード、またはエクスポートファイルで独自の式を元に集計したいという場合に使うのが KOT のカスタム項目です。ね、みんなパッとカスタム言うんですけど、このタイムカードの方とエクスポートファイルの方、両方名前にカスタムっていうのでついているので分かりにくくなっちゃいます。基本のカスタムは、このさっき見た画面上のカスタムデータ項目設定。このタイムカードに出てくる独自の式のことを指します。場所的には画面表示のカスタムデータ項目設定。これを組むことが多いです。で、なぜ設定するのかっていうと、冒頭に言ったタイムカード上に任意の項目を表示させたい場合と API 連携したい項目を作る場合に、タイムカードって書いてないんですけど、このカスタムデータ項目設定はタイムカード用のカスタムデータ設定になります。を作ります。じゃあ、エクスポートファイルはこのデータ出力っていうのの月別データってところで作るんですけど、エクスポートファイルの方の月別データカスタム項目は一体どういう時に作るのかっていうと、出力データ CSV に記載したいけれども、タイムカード上には載せたくない場合、このエクスポートファイルの方で月別データのカスタム項目をまた別途式をこうやってポチポチって組み直して作っていくことができます。なので、エクスポートファイルの方でカスタム項目を作るっていうことは、まあ、稀な感じ、頻度的には。ほとんどはタイムカード上を整えれば、もうその通りに出力していいっていうケースの方が多いので、画面表示のカスタムデータだけ整えればいい案件が多い印象です。他にもよく設定するタイムカード上のヒントがあるよね。せっかくカスタム見ているので、よく設定するアラートっていうのがあるんですけど、アラートはまた画面表示設定のところにアラート設定っていうのがあります。遅刻早退が発生した場合に表示したいとか、残業が多い場合に色付けしたいっていうアラートになるんですけど、これ別の使い方ができて、例えばこの会社さんでは正社員用の所定労働時間の計算とパートさん用の所定労働時間用の計算を分けてカスタム作ってるんですね。まあ今たまたま集計は同じになってるんですけど、計算式違うんですよ。そういった場合に、この人パートさんなので正社員用の所定労働時間の枠は別に見なくていいので、非表示にしたいんです。で、その場合は、さっきのアラートってのところで、これグレーアウトってみんな言うんですけど、正社員用の所定労働時間、あとこの法定外残業っていうのも正社員用の項目なんですが、この会社様は、それが1分以上発生した場合に表示を黒にしちゃいますよっていう設定をしておけば、パートさんのタイムカード上で見なくていい項目がグレーになるので、自分の見るべき項目が分かりやすくなるっていう使い方ができます。これ結構好きですね。アラートの設定は KOT は所属別もできますし、正社員だけとか、パートさんだけとか、雇用区分別にもできます。1分未満、0分の時に色がつくこと。あ、そうですね。なので、枠自体、項目に数字が上がってない時でも、グレーアウトしたいって場合は、1分未満でもアラートを作って、または1分以上でもアラートを作るっていう、ダブルでグレーアウト設定しとけば、実に見たくない項目はグレーアウトを設定できるっていう、そんな感じの内容です。あ、やばい、YouTube 上げなくないですか？この指導のもので。撮り直しますか？ いやいや、でもなんかすごいこれ、玄人だから知ってる小ネタって感じじゃないです。グレーアウトの使い方とかって多分、ヘルプに載ってないですよね。載ってないですね、確かに。多分、うってわ、こマジと、か、こんな使い方あるんだってなると思いますよ。やり取りの中で、グレーアウトしたら見やすいんじゃないって多分出てきた、ここ1年ちょっとぐらいで出てきたような気がしますね。なるほど。こうやっていろいろできるから、KOT はいい面もありつつも、こうやってできることが多すぎて複雑っていう面もありますよね。出力の方のカスタム項目で、タイムカードに表示したくないものを作成する場合があるって言ってたんですけど、多いのは、残業の集計は出すけれども、出力の CSV には0で上げてほしい。
それを給与の方に連携させるから、管理監督者とかですね、とかっていう会社さんがあるんですけど、まあ、CSV でもちろんあの給与に入れ込むので API 連携とかではないんですけど、そういう時に絶対ゼロで表示してほしいっていう時に固定数字のゼロで表示っていうようなことは出力の方のカスタム項目にしかない点になるので、そういった時に使うこともたまにあるっていうことだけちょっと覚えとっていただけると、そういう要望があった時に思いつくかなと思うので、ぜひそちらもお願いします。はい、では本日は以上になります。ではありがとうございました。ありがとうございました。